神は自分に似せて人を作ったという。そろそろもう少し人が神に似てもいいのでは。お手数おかけして申し訳ないんですが、私は現実的で理性的な観点から神の存在など認めません。誰かにすがるという行為は弱者が窮地に追い込まれてこそのものですからね。現実を見ろ。この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。長く生ければ生きるほど、現実は苦しみと痛みと虚しさだけが漂っていることに気づく。神とは一体何なんだ！どうして俺が人間が弱いから弱いやつは泣くしかないのか。いいか、この世の全てにおいて光が当たるところには必ず影がある。勝者という概念がある以上、敗者は同じくして存在する。平和を保ちたいとする利己的な意志が戦争を起こし、愛を守るために憎しみが生まれる。論理的思考に基づけば世の認識を超えうるのは神か悪魔だが、仮に神がいるのなら、こんな不条理な行為を放置するはずもありません。つまりあなたは、もしくはそれに準ずる存在 X とでも。人は平等ではない。生まれつき足の速いもの、美しいもの、親が貧しいもの、病弱な体を持つもの、生まれも育ちも才能も人間は皆違っておるのだ。そう、人は差別されるためにある。だからこそ人は争い、競い合い、そこに進歩が生まれる。不平等は悪ではない。平等こそが悪なのだ。悪いが、俺は神に祈ったことはねえ。怖いのです、恐ろしいのです。彼が大いなる災厄をもたらすことがなければいいのですが。奪う行為は等しく悪だ。我々は生まれ落ちた瞬間から何かを奪い続ける。命とは罪を犯し続けるもの。命とは悪そのもの。私は自覚する。私は悪だ。そして君たちも。神はそんなに偉いのか。神にとって人はそんなにちっぽけな存在なのか。だけど人は精一杯生きようとしてるんだ。生きようとする奴を守ろうとしなくて何が神だ。人を許し温かく包んでくれる、それが神じゃねえのか。人を愛さなくて何が神だ。そんな神なら俺はいらない。神なんて言おうがいまいが俺には関係ねえ。鼻からどうでもいいことだ。ま、信じてってやつを否定するつもりもねえけどな。ママ、We are okay, we're hell.